こんにちは。漢詩を読んでみませんか。今回は半世代の詩事田園雑経、果実田園雑経の第三章を読みます。第一句、二幕ともに秋なりと百選。二幕ともに秋なりと百選。大麦小麦ともに実って一と百選の安さ。大麦小麦ともに実って一と百選の安さ。二幕にいいですね、書き込みがありますね。大麦も小麦もともに熟して値段安い。大麦も小麦も共に熟して値段安い。それから秋のところにもですね、書き込みがあります。よく熟して一斗で百文くらいじゃ。よく熟して一斗で百文くらいじゃ。のくらいの下のいいですけども、これは無視します。第2句。殿下呼びてなす正法年。殿下呼びてなす正法年。農家はちょっとした法年満作だと言うておる。農民はちょっとした法年満作だと言うておる。正法年のところにですね、書き込みがあります。下の方になるので、後半部分は左側に写しております。で、書き込みですが、麦も安いから少しは豊年じゃ。麦も安いから少しは豊年じゃ。まあ、豊年じゃって書いてあるけど、これは豊年のことですね。平路も半層も気色なし。平路も半蔵も気色なし。餅を焼くいろりも羽釜も上の気配がなく。平路をですね、麦餅などを焼いてと。麦餅などを焼いてと書き込みがありますね。それから層ですけども、これは釜のこと。釜のこと。羽釜ですね。飯を炊く鍋です。そして最後の句ですね。接して清風稲の熟する天に至らん。接して清風稲の熟する点に至らん。西風吹く稲の実る秋まで安心だ。まあ接してというのは続くと、そこまで続くということでしょうね。で、西風ですね。についての書き込みがあります。下の方まで行っているので、左側にですね、掲げています。秋ではないけれども、だんだん秋になると未来を思いやる心持ちじゃ。秋ではないけれども、だんだん秋になると未来を思いやる心持ちじゃ。まあ、これ夏なんですけども、まあ、秋までは、ですね、米が実るまでは、ですね、もう、腹いっぱい食べれると、ね、飢えることがないという、まあ、喜びの、ね、詩なんですね。それでは、訓読と口語訳を確かめておきます。二幕ともに秋なりと百選。殿下呼びてなす正法年。平路も半蔵も気色なし。
接して清風稲の熟する天に至らん。二幕ともに秋なりと百戦。殿下呼びてなす正法年。平路も半蔵も気色なし。接して、清風稲の熟する天に至らん。大麦小麦ともに実って一途百戦の安さ。農民はちょっとした豊年満作だと言うておる。餅を焼くいろりも羽釜も上の気配がなく。西風吹く稲の実る秋まで安心だ。王院は下表一線の院。一句目、二句目、四句目の最後の字、千年天です。それでは、北京語で朗読します。夏日田園雑兴。二麦聚秋头百钱。田家唤作小丰年。秉炉饭赠无鸡翅。街道西风熟到天。二麦聚秋头百钱。田家唤作小丰年。秉炉饭赠无鸡翅。街道西风熟到天。最後までご視聴ありがとうございました。